包丁も火も使わない簡単なピーマンダイエットをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。そちらも受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜこのピーマンで痩せることができるのかというその理由ポイントをお伝えしていきます。ポイントは4つあります。1つ目は腸内環境が整って痩せ体質になることができるから。2つ目は代謝がアップして痩せることができる方、そして血行が促進されてデトックス効果が高まるためにもう余計なね体内に溜め込んだものをもう一気にね大掃除できるからなんですね。そして何より私が今回このピーマンのダイエットね選んだ一つのね一番の大きな理由はもうこの今から最後ねお伝えする調理法がもうとにかくね簡単で、しかもピーマンってねこう苦味があってこう苦手っていう方も多い中でこの調理法をしますとその苦味を抑えることができてねもうとっても食べやすくて美味しいピーマンにも大変身しますから楽しみにお待ちくださいね。では2つ目の項目です。何をということで今回は冒頭でお伝えした通りピーマンをね使うわけなんですけども、そのピーマンを使うそのポイント今回は丸ごと使うんですよ。もういちいち包丁で切って中の種や綿を取り除くっていうそのね工程をもう全部省いたもう簡単なねレシピなんですよね。でなぜそうしたかというとそもそもピーマンのその種と綿に栄養がいっぱいあるからね捨てたらもったいないんですよね。その効果をお伝えしていきますね。まずピーマンの綿に含まれるピラジンとかカプサイシンっていうこの成分が血行を促進してくれて結果あなたの代謝をどんどんね上げてくれる。結局食べたものをこう燃やす力がアップするわけですよね。結果やはり痩せることができるということになるんですね。そしていつもはもしかしたらこう捨ててしまっているその種にこそ栄養がたっぷりとね入ってるからもったいないんですね。もう種ごと綿ごと丸ごとね食べた方がいいわけです。でその種の部分にビタミンや鉄分カルシウムポリフェノールやカリウムビエータカロテンとこんなにもいっぱいギュッとねやっぱり種って栄養のもと生命の源ですよね。そういったものをやっぱりしっかりと取るっていうことがねとっても大事になってきます。やはりダイエットを成功させるため のポイントはですね栄養バランスです。栄養不足のままもうどんなにダイエット頑張っても絶対成功しませんからね。そこをクリアするためにもピーマンは種ごと食べましょうということですよね。特にこのポリフェノールなんかも脂肪燃焼効果も高いですしカリウムはやはりむくみ解消にもなりますのでダイエットにね本当に効果的な成分がいっぱい入っているわけです。そして今回使う調味料の一つにオリーブオイルを使います。このオリーブオイルはやっぱり腸活向けのオイル、まあ、ダイエット向けのオイルになるんですよね。腸内環境が整って便秘改善になります。そしてここにもポリフェノールが含まれていますから脂肪燃焼効果がアップ、そして満腹中枢を刺激してくれるので食欲も自然と抑えてくれる効果があるんですね。でそこでどんなオリーブオイル選んでらっしゃいますか。痩せるオリーブオイルってご存知ですか。とっても大事。まずは遮光性のしっかり瓶に入ったものを選びましょうね。そしてできれば有機栽培とかオーガニックなどの JAS、まあ、ジャスマーク認定の商品がやはり安心安全ということになりますし、また開封後やはり3ヶ月以内には使い切る方が酸化せずにこのねこういったあの効果を必ずね手に入れることができますので、やっぱりオイル選びというのも大事ですよってことになります。はい、そして最後です。鰹節も使うんですよね。こちらはですね、あの鰹節ってやっぱり発酵食品ですしイコール痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含んでいる食品になるわけですよね。しかも1回発酵してますから食べた時にこう消化吸収の負担を減らすこともできるんですね。結果腸に負担をかけませんから痩せ体質へとつながりやすい食材ということになります。
でこちら脂肪燃焼効果もありますし、食欲も抑制する効果もありますし、まあ、なんといっても必須アミノ酸の9種類がこう全部一気に取れてしまうっていうね、優れものになるんですよね。でまた低脂質のタンパク質で吸収がすごくね、要は吸収率がすごくいいんです。ですから今回私が考えたこの腸活のピーマンのレシピにはこの鰹節も使っています。では3つ目の項目です。どのようにこのピーマンのレシピ作るんでしょうかということで、この項目では材料と作り方と私が実際に作っている実演動画をご準備しております。ご覧くださいね。まず材料です。今回私が考えたのは腸活の無限ピーマンということでね、もうほんと無限に食べれちゃうっていうぐらい美味しいレシピなので、この名前ネーミングにしました。で材料3人分としましたけれども、ほんとね、あの1人分でもペロッといけてしまうぐらい美味しいので、まあ、食べ過ぎには気をつけてくださいね。まずピーマン3個です。あと料理酒が大さじ1、ね、オリーブオイル良質のものですねが小さじ1/2、あとポン酢が大さじ1と鰹節を1袋、まあ、パックありますよね、鰹節のパックを1袋ご準備ください。ではここから作り方です。今回はもう冒頭でもお伝えしました通り、もう包丁も火も一切使わないっていうね、もう私このね、もう簡単で美味しいレシピが大好きなんですよね。もうとにかく手間をかけないっていうのがね、あのこだわりです。いかがですか？やっぱりね、あの下ごしらえに時間かかりませんか？私たちって、あのそこまで行けばね、炒めたり煮たりって簡単だけど、そこまで行くその工程がね、やっぱりすごく時間かかるなって思ってるんですよね。なのでもう時短です。もうとにかく早くて美味しくすぐできるっていうね、これを私はモットーとしてますのでね、あなたにもシェアしていきたいと思います。まず耐熱容器にきれいに洗ったピーマン、もうそれ丸ごとですよ、もうヘタとかも全部取らず丸ごとのピーマンを入れます、3個ね。でそこに料理酒とオリーブオイルを振りかけます。で2つ目で、その容器をですね、ふんわりラップをかけまして、600ワットの電子レンジで約4分加熱します。まあ、レンチンですよね。で最後出来上がった取り出しまして、そこにポン酢と鰹節をパラパラと振りかけたらもう完成になります。ではここから私が実際作っている実演動画ご準備しておりますので、ご参考にされてくださいね。どうぞ。いかがだったでしょうか？今回はもう無限に食べてしまう簡単で美味しい苦味を抑えることができるそのピーマンですねを丸ごとです。なぜかというと、覚えていらっしゃいますよね、種や綿にこそ栄養やダイエット効果がギュッと詰まっているので、捨てないでそのまま丸ごと食べちゃいましょうというレシピをご紹介しました。ぜひ日々の健康とダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。